ムアンサムットサー高音郡は、大中部、サムットサー高音県の郡である。サムットサー高音県の県庁所在地でもある。サムットサー高音とは、海という意味である。過去には、ターチインと呼ばれたがこれは、中国人の港という意味である。なお、サムットサー高音は、地元では、地元の運河の名前からとって、マッハヤチャイと呼ばれている。アユタヤ王朝の王、 トライローカナートにの命で編纂された、三院法典、プラサムットムサーコーンという簡易禁釈名を持つ、管理が、ムアンターチームを収めていたとされている第四級、ムアンであった。少なくとも、前期アユタヤ王朝時代においても、ターチーン側の河口にあり、上流にスパンブリーやナコーンチャイシーを抱える、要所として機能していたと考えられる。あと、チャクラパットがこの町を、 サーコーンブリーと解明した。その後さらに時代は下ってラーマ4世が現在の名前に改称した。1897年サムットサーコー,オーンは軍となった。その後、サムットプサーコー,オーンはムアンサムットサーコー,オーン軍と改称したが、1943年、ムアンが取れて再びサムットサーコー,オーン軍に改称された。しかし、3年後にはさらにムアンサムットサーコー,オーン軍と、 解消している。バンコク湾東部に面しており、海に面した地域には潮田が広がる。ターチイン川が南北に通っており、北のナコーンチャイシーやスパンブリーなどと通じている。水路はターチイン川の多多くが巡らされており、バンコクのチャオプラヤー川とターチイン川はマハヤチャイ運河で結ばれている。道路は国道35号線が東西に通っており、東は サムットソンクラーム、西は、バンコクとを結んでいる。これに並行して、国鉄メイクロー温泉が走り、ターチイン側の左岸に、マハーチャイ駅が、右岸にバーンレーム駅がある。ターチイン側を渡る鉄道橋の建設は、メイクロー温泉の開通時以来実現しておらず、同線は、マハーチャイ駅、バーンレーム駅間を都線で連絡する形態が続いている。また、 国道3423号線がサムットプラーカー案件プラサムット JD 群まで通っており、北に国道3091号線が出ており、国道4号線とを結んでいる。群内の主要な第一次産業は塩田における塩の生産である。また群内にはサムットサーコーン工業団地がある。群には18の村があり、その階に115の村がある。軍内には 自治体が2つ設置されており、以下のようになっている。また、軍内には15のタムボン養成体が設置されている。ありがとうございます。